西浜の町とともに長崎港に面した海岸に開かれた町で、東西ともに浜町として称しておりましたが、寛文3年1663年寛文大化をきっかけに区画整理が進められたことと、貿易銀分配のことで寛文12年1672年に大きな浜の町は二分され東西に分割されました。当時長崎港に面した浜辺にありましたが、次第に発展し文政1825年20年頃には浜の町でお店が始められております。この頃より浜の町の本通りは商店街と発展し続け、さらに明治維新を迎えると貿易商など呉服商など長崎唯一の繁華街となっております。笠子港先頭に自治会長石丸忠介さんをはじめご町内の皆様のご挨拶でございます。総務委員長本田時雄さんより献上の品でございます。浜の町として初奉納したのは寛文18年約340年ぐらい前、踊り町として大変由緒あるご町内でございます。笠鉾は町名をよく表したものとして有名です。寛文9年1797年京都の平川会が表しました長崎県文録の長崎古今来名称図に東浜の町の笠鉾が描かれております。私は浜辺にちなみまして大きな浜栗を中心にして、その浜栗が吹き出した潮の中に金色のまばゆい山荘の楼郭を表した竜宮城として載せてございます。タレは運動し塩で羽舞台の赤地に金色の静かな穏やかな波の模様として金字で記されております。この波模様は東浜町の長印でもございます。なお明日後日には塩で羽舞台のサンゴの綺麗な海底模様の金と掛け替えられます。は今年新調されております。黒いビロード地はベースが綿で 100% 希望パイル地が絹 100% の特殊加工の別注品で京都で製作されました。黒いビロードの下はジャコゴジャカゴとなっております。魚の町長賀堂堺長賀堂さんで製作されました。町名は長崎刺繍工房の加瀬テルタさんが金糸で金駒刺繍にて製作をされております。黒ビロード地以外は全て復元新調されております。笠鉾橋梁は三河組の原口義勝さん、鷺木橋梁は平野町の平尾康美さんでございます。また今回この会場には竜宮船を衣装した清水崑さんのお身内の方が当神社にてご観覧をされているそうでございます。
じゃん。どっちかおばちゃん家かどっちかせん。おばちゃん家やったら俺来てきて。座りこれちょっとマジでありがとう。もう一回行っていく。それまでは竜宮伝説をモチーフにした本踊りで
小雑誌へ両方などを見る限り、背景に竜宮城をあしらえたり、かさぼこの出しにも竜宮城が存在化します。常に竜宮伝説を意識した出し物を奉納されておりましたが、昭和49年より長崎出身の画家清水崑さんの衣装により竜宮城を京都にて浸透し、今に至っております。さん、末根力、橋口五郎、高橋浩二、広瀬渡る、佐藤浩一、以上4名、値引き数は20名、林方は小1から小5の男女23名、カズマ頑張れ。そして乙姫様、総監督坂本佳代子先生をはじめ出演者の皆様のご挨拶でございます。その公開の途中で乙姫に見立てた妖精たちが夢を呼び、夢を叶える竜宮城、竜宮城を背景に時空を超えて美しい海の中へ、素晴らしい夢の世界へと誘います。今回は竜宮城が船回しをしている踊り場で乙姫たちと一緒に舞い踊ってまいります。
清水光さんのデザイン画をもとに作られた船、竜宮城をイメージした楼閣の中に太陽と月の意味を持つ宝珠が飾られております。船の四方には金糸で、緑と白の旗には火事の葉、赤には道の萌え、紫には三階松を刺繍してございます。林方が乗っているところにも三社門が記されております。今も昔も奉納踊りに対する東浜の町の人々の敬虔な気持ちが見て取れます。皆さんに振る舞っております。今回蛇の頭を完全復元新調いたしましたメスの美しい竜でございます。ボディの特性がふくよかです。赤と白のコントラストが鮮やかで色に見えます。正解か模様も美しい。
して、その周りを乙女たちが楽しそうに遊んでおります。竜宮城のおかげでございます。
まさん、ありがとうございます。乙姫の皆さん、ありがとうございます。スカー自慢のぬびきたち、俺たちの竜宮戦、頑張ってください。4番は浦町でございます。